触ってみてください。触っていいですか、はい、ごめんなさい、いいですか、カチカチ、どういう方法がいいかね。一番簡単な方法からも教えちゃいましょうかね。タオル貸してください。あ、それでいい、はい、一番簡単な方法からも教えちゃいます。あのさっきのやつは難しいので、ここに手をここに肩を置いてタオルを置いてでこうしてでここに手を置くだけです。で深呼吸、これだけ吸って吐いて、ふう、吸って吐いて、はい、吸って吐いて、ね、終わりですね。どこか、え？うわ、あ、いいリアクションですね。ぐにゃぐにゃ。待って、これで解決ですね、肩こりね。でさっきのやり方でもできるんですけども、なかなか難しいですね。こうして今こっち触ってもらっていいですか。柔らかくなって柔らかいですね、わかりますね。でさっきのやり方だったらこうして、やってると柔らかくなってるって話です。なってます、うん、すごい、こんな感じですね。